ブレディスロー死者は、イギリスの死者、貴族、連合王国貴族爵位、ニュージーランド総督を務めたチャールズ・バサーストが除された、ことに始まる。初代ブレディスロー死者チャールズ・バサースト初代、バサースト伯爵、アレン・バサーストの姉アンは、チャールズ・ブラックと結婚した。その夫妻の息子チャールズは、アディントン内閣戦時大臣や、リバプール伯爵内閣下のランカスター公領。 担当大臣などを歴任したトーリー党の有力な政治家である。彼は1804年に直挙を得て母方のバサースト姓に改正している。そのひ孫にあたる保守党の政治家チャールズ・バサーストは1918年に連合王国貴族としてグロスターシャー州リドニーのブレディス・ローダン爵に助せられた。また彼はニュージーランド総督退任後の1935年に グロスターシャー州リドニーのブレディスロー子爵に少女した。その孫にあたる三代子爵クリストファーは1999年の貴族院改革以降もクロスベンチャーとして92人の世襲貴族として貴族院に席を置き続けた。2019年現在、その息子である四代子爵ルパートが元当主である。一族の邸宅はグロスターシャー州リドニー近郊にあるリドニーパーク。 原頭主である第四代ブレディスロー主尺、ルパート・エドワード・ラドロー・バサーストは、以下の尺を有する。法定推定相続人は、原頭主の息子、ベンジャミン・バサーストカカ。A.B. バザースト、チャールズ・オブ・リドニー・パーク・グローズ。2019年11月6日閲覧。ナンバーワン3339。3, 33 ザガゼット22オクトーバー19182019年11月6日閲覧 ABCD クラクロフトエスペーラゲ2019年11月6日閲覧ナン万四3 4 1 7 5ザロンドンガゼット28ジュー九百9 3 5 p 4 1 6 0ありがとうございます